よし。Thank you.
Thank you.
ここに来て。それじゃあこの上着は。
お知らせします。なんだか Q ばっかりですね。ちょっと前まで寝苦しい夜が続いていた気もしますが、気づけば夜風が頬に涼しく虫の音に聞き、そうそう、秋といえば食欲の秋とかスポーツの秋とかいろいろ例えられる季節ですけど、リスナーの皆さんはどんな秋を思い浮かべるでしょう。私はそうですね、
この季節、帝国各地の美味しいものがちょうど旬を迎えて大変なんですよね。で、私の好物は栗。そろそろ出始めるあれなんです。グラッセやモンブランも好きですが、なんといっても焼き栗。ホクホクとした食感と香ばしさがたまらず、ついつい手が伸びて。失礼しました。先ほどから夕食を食べ損ねたディレクターが睨んできています。そういえば、秋といえば芸術の秋なんかもありますよね。帝国における芸術といえば、まあ帝都歌劇場のオペラなんかが定番なのかもしれませんが、一昔前に流行った星のアリカみたいな定番ソングもいいですよね。君の影、星のように朝に溶けて消えてゆく。失礼しました。そうそう、それ以外にもいろいろ新しいジャンルの音楽も出始めているみたいで、
準備はいいわね。入学して半年、君たちならそろそろやれるはずよ。サラ・バレスタインという壁、見事。はい。君たちの全力見せてもらうわ。行くぞ。さあ一気に行くぞ。ここだけ。やるわね。だったら本気で行かせてもらうわ。行くぞ。先に進むとしよう。
人からの特典だよ。ありがとう、助かったよ。8時20分まだ来ていないのはエリオットと先輩昨日は遅くまで出し物の企画を練っていたようだからな。まあステージの方向性は大体固まったんだけど、曲と演出については2人ともこだわりがあるみたいでさなかなか楽しそうなステージになりそうだね。エリオットはともかく、クローの方は気になるわね。まあそれについてはまずはお任せするとして、それにしても昨日の夜はいささか驚かされたな。教官があんなことを言い出すとは。まあそうだな。そうそう、明日は出発前に士官学院に寄ってもらうわ。朝9時にグラウンド集合、A 班 B 班ともに遅れないように。サラが唐突なのはいつものことだけど、まったく一体どういうつもりだ。西部にあるオルディスなど列車だと8時間はかかるだろう。ええ、到着する頃には日が暮れてしまいそうですね。うん、ルールだって5時間以上はかかるんだし、どちらも始発列車に乗っていてもいいくらいなんだけど。シャロン、思わせぶりに控えてるけど何か事情でも知ってるわけ？ルーレが実習先になるならまた先回りするんでしょうけど。めっそうもありません。あくまで皆様のお見送りをさせていただいているだけですわ。寝坊しちゃった。おう、おはようさん。おはよう、二人と。これで全員揃ったな。9時にグラウンドに集合だっけ？何のつもりか知らんが、まだ余裕はありそうだな。うん、 A 班 B 班ともお互い出発前の最終準備もあるだろうしな。そうだね。くれぐれもお気をつけていってらっしゃいませ。